はい、えー、今の例なんかだとね、えー、考えてみればね、あのーえー、現実原則的なことをね、あのー、考えてみたら、えー、絶対やめた方がいいと自分でも分かってるとやらない方が絶対人生うまくいくに決まってると、えー、自分で判断でき,るできてるのに、えー、それでも、ね、あの逆らうことができない強い命令が、えー、出現してしまっているっていう話だったわけですね。 でえーまあ、あの前回から、ね、あの言ってきましたけれどもこの猟奇殺人犯みたいなそういう、えー、わけのわからないこと、まあ、反社会的行動の極みみたいなことですよね自分の人生だって破壊してしまうんじゃないのそんなことやったらっていうことをやってしまうっていうね、まあ、そういった猟奇殺人犯みたいな人のね弔辞がっていうのは強いんだろうか弱いんだろうかって。 いう話をしてきましたけれども、もちろん、あの、弱いと判断した方がいいケースもあるでしょうね。欠落してるとか、機能してないとかって。いわゆる最近流行りの言葉のサイコパスって言葉で、えー、くくってしまった方がいいパターンだってあるだろうけれども、この授業が注目するのは、そっちじゃないってことです。えー、むしろ強い長寿がが、すごい変な形で働いてしまってるから、えー、自分でも逆らえない、えー 何かが、えー、行動になって出てしまうと。そういうふうに、えー、見てみた方が、えー、この授業では得るところがあるかもしれないっていう、そういう考え方をしているわけですね、えー。で、これはですね、えー、っと、えー、まあ、あの、最後にたどり着きたいと言ってた、あの、ラカンという人の理論ね。ラカンを研究している、えー、人、本人ではなくてね、ラカン理論を研究している人で、えー、ナシオっていう人がいるんですけれども、JD ナシオって言いましてね、 あの、このナシオさんっていうのはね、あの、ちょっと変わっててね、あの、アルゼンチン出身なんですよね。アルゼンチン出身でフランスで学んだ人らしいんですけれども、まあ、ちなみに実はあの、アルゼンチンってめちゃくちゃ精神分析が盛んらしいんですよね。なんかイメージできないですけどね、南米で精神分析っていうのはね、なんかそんなの差別かなとも思うんだけれども、そのナシオさんがね、面白い言葉言、面白い言葉をね、使ってて、 えー、暴君的な長寿がっていうね、ことを言ってて。暴君ってね、悪い王様のことですよね。逆らえない独裁者っていう意味でね。そういう暴君的な長寿河の、えー、持ち主っていうことで、あの、異常な犯罪を犯す人を見てみたら、えー、いいんじゃないのっていうのはこの授業の立場です。えー、つまりこの授業は、えー、犯罪者の長寿が弱いんじゃなくてむしろ強い場合があるんじゃないのっていう、そっちに注目していきたいってことですね。 えー、暴君的な長辞がその人を突き動かしているのではということですね。で、えー、ポイントはねとにかくそのその人にこう入ってる命令ねインストールされてるプログラムがあまりに独自すぎるってことですよね。えー、あまりに、えー、世間からずれすぎてるから、えー、あいつは異常者だとか病的だっていうことになるし、えー、法律にも引っかかってしまうってわけですよね。えー、まあ、わっ 私たちはじゃあ、あの、今なんとか生きてるけれども、私たちの長寿がたまたまあの多数派と足並みが揃ってるから、そうは見なされてないってだけなんですよね。やっぱり私たちの中にもねあの、いろいろなその命令があるけれども、その中で、あの、世間とずれてるものがあったら、やっぱり白い目で見られたりはするよなっていうことですよね。で、長寿がってね、あの、 結局、問答無用の命令なわけですけれども、それが故にね、 あの、長時間の禁止とか命令がね、あまりに個別的すぎると苦しむことになって、多数派と同じだと、うん、それは道徳だよとか、それは倫理的だよって、えー、言われるってことですけれども、でも、問答無用なわけだからね、あの、こっち側の、つまり多数派の側のね、まあ私は <laughs> 自分がどこまで多数派か怪しいとは思ってるんですけれども、えー、その、多数派の側の命令、多数派に打ち込まれている命令、つまり道徳とや、道徳とか、 ペットって言われてるもので、さえも、えー、問答無用なんだから、合理性も必然性もないかもしれないっていう風に考えることができますよね。合理性合理性や必然性もないのに、それでも従わざるを得ない。まあ、それってね。あの症状的ですよね。症状的っていうのはつまり病的っていうことなんですけれども、道徳もエチケットもね。問答無用で逆らえない命令なんだな,なら無根拠に打ち込まれてるものならば、えー、まあ それも一つの症状でしかないんじゃないのかと。で、確かに、私たちが守ってる道徳とかエチケットって、えー、合理的根拠があるかどうかは怪しいもの多いですよね。えー、例えばだけれども、えー、トイレのね、あの、後に手洗うっていう、まあ普通そうしますわな。トイレの後手洗うけれども、あれで本当に手が清潔になってるかって実は怪しいんですよね。 あのほとんどの人ってちょっと指先水で濡らしてるぐらいですよね。いやまあ,あの中にはねこれ聞いてる人の中には「あのそんなことないですよ」って「きっちり洗ってます」って言うけれども言う人もいるかもしれないけれどもあの手先をちょっと水で濡らしたぐらいじゃそんなに成績そんなに清潔にはなってないらしいですねあの手洗いっていうのはね。まあ,あのコロナのねこの騒動で随分言われましたよね。 あの、何十秒間、石鹸を使って洗わないと意味がないんですとかって、えー。そういう話がね、あの、よく言われるようになりましたけれどもね。あの、ハッピーバースデー、ハッピーバースーを歌えとかって言われましたよね。ハッピーバースデーを歌いながら薬用石鹸で手を洗って、えー、まあ、だから30秒だか何十秒だか、えー、洗って、初めて、えー、菌がなくなるんだよっていう話で。じゃあ今まで私たちがやってきたこと、意味なかったんだねって、まあ、 かえって暴露される形になったわけですけれどもね。で、しかも、洗った後ね、みんなあの、髪触ったりするじゃないですか。ちょっとあの、鏡を見ながら、髪をちょんちょんとこう直したりしてね。あれでもうね、あの、元の木網らしいんですよね。せっかく手洗っても。もうあの雑菌がそこで手についちゃうって話で。で、ある病院では、あの、人がね、あの手洗った後髪触らないように、あの、鏡外しちゃったっていうんですよね。 まあ病院なんて清潔が、清潔かどうかが重要ですから、そう、それはまあ合理的なんでしょうけれども。だから私たちが普段やってたあの習慣は、何にもその効果がないというか、あの、そんなに根拠も合理性もないものでしかなかったっていう話ですよね。じゃあ何だったのあの、エチケットとか、そう言われてるものはっていうね。おまじないと変わんないレベルですよね。 あの、もう、脅迫神経症の人がね、やる、やってる儀式と大して変わんなかったって話なわけですけれども。で、えー、まあ他にもね、こういう例を続けると、えー、食事中にね、あの、私たちスマホに触ったりするじゃないですか。スマホって、本当に汚いらしいですね。あの、もうあの、便座より汚いって聞いたことがありますね。 ま、便座とスマホだったら、繁殖してる菌というか、その、いる菌がね、あの、また種類違うだろうから、一概には言えないでしょうけれども、要はやっぱり手でベタベタ触ってるものほど、たくさん菌がついてるってことで、で、あの、例えば、じゃあ私たちが一緒に食事してるときに、こう、ちょっとトイレ行ってくるって言って、で、トイレから帰ってくるときに、あの、俺手洗ってねえんだ、さあ一緒にフライドポテト手で食おうぜ、てそいつが言ったら、 もう勘弁しててくれよっななるじゃないですかねでも、えー、私たちがあの食事中にスマホ触りながらご飯食べるのはありですよねそれをとがめる人いないですよね全く合理性ないわけですよそこの区別に、えー、何の根拠もないというねだってスマホって超不潔なんだもんっていう話でねだけれどもあのトイレの後手洗ってないことの方が罪が大きいというね 全く不思議なんです、なんですけど、そういうおまじないみたいなものに私たちは支配されてるわけですよね。おまじないみたいなものというか、おまじないレベルの根拠しかないものっていうね、感じですけれども。あるいは、あの、えー、何回か前のね、あの、 授業で、えー、本村博さんという人のプリントを読んだのを覚えてますかねあの、雪女の論理っていう本でしたけれども、あの、雪女の論理の本村博さんが、やっぱりね、あの、すごい着眼点でね、あの、鋭いことを書いてて、例えば、君たち、明日からひ首に紐を巻いて生きていけって言われたら、そう、そうするかって言って、絶対、あの、抵抗するだろうと。 でも、見てみなよ。君たちの首に巻かれた、ネクタイっていう白物を。<laughs> こんなわけのわからないルールに、全員が従いながら生きている。これこそ、この世が偽物である証だ、とかって書いてて。まあ、鋭い着眼点ですよね。だから、私たちがね、あの、守んなきゃいけない、しきたりとかね、あの、 エチケットって、本当に何の根拠もなくて、ただみんながやってるからやらなきゃって、その問答無用の命令なわけですよね。問答無用で、ただただとにかくこれはやらなきゃ、理由はそんなこと考えたこともないっていうようにやってることが多いと。まあ、すっげえ神経症的なんですよね。私たちのやってることって。えー、なんかよくわからないけど従わなきゃいけない。その作業を飛ばすことはできないと思いながら生きていくっていうね。 まあね、だから結局、えー、道徳とかエチケットなんていうのは多数派の症状なんじゃないの共有された症状、えー。多数派に共有された症状でしかないんじゃないの道徳もエチケットも。って、えー、言えるんじゃないかなという話になるわけです。じゃあ一旦切りましょう。